はい、はい、始まりました。第3回目、古賀です。坂田です。はい、じゃあお願いします。今回のテーマは、今回のテーマはね、最高の T シャツですよ。最高の T シャツ、最高の T シャツ。まあ夏ですしね、もうすぐ、はい、最高の T シャツ、はい、最高の T シャツを提案するラジオではないっていうのをまず言っておきます。あ、提案するわけじゃない、探してるっていう話です。ああ、そうね。坂田が今この夏、この夏ぶち上げるためのいい T シャツをどう手に入れるかっていう話よね。でしかも多分だけど、あ、まず大前提あるよな、あのこれテーマだけ本当に決めてて、はい、何の喋ることも決めてないっていう状態で今から言っていくから、どう落ちるかも分かんないけど、あの、なのでいい情報が得られるものではないと、まず。確かにそれはあるそうね。でかつ、じゃあまあやってきました、とりあえず。 でもな、あれやもんな、こういうなんかこんな色のこんなやつが欲しいとかでもなく、最高、こんなブランドが好きとかじゃなくて、とにかく最高の T シャツです。2023を毎日着たくなるような最高の T シャツをどうするかという話なので、まあ、はい、じゃあまず小川さん探します、最高の T シャツ。そんなに、いや俺探してないかな。だから、それこ そ最近っていうか、やっぱ T シャツって、はい、なんか大学生の時とかってさ、はい、なんかちょっとおしゃれなやつの高いやつとかも欲しくなったりするけど、はい、したけど、はい、なんかやっぱもう、そうユニクロ U を毎年買うっていうのがやっぱ最強すぎて、はい、まあそうですよね。そうでもワンシーズンで終わりだけど、でもどうせさ襟もちょっと伸びてくるし、はい、だからやっぱっていうのかなっていうのがあるので、あんまりその逆に言うとちょっと俺も知りたい、最高の T シャツを見つけれる方法があるんだったらちょっと知りたい。僕の、まあ、ちょっと T シャツ遍歴、あ、 T シャツ遍歴から、まあ、今まず坂田がね今回欲しい、その探してるというか、うん、試みで、まあ、ユニクロ U のあの白い T シャツ、あれめちゃめちゃいいじゃないですか。いいよね、首も詰まってるし、うん、暑いし、言うことマジで何もなくて、うん、ないんですよ。でしかも安い1000円とかじゃないですか。そうね。でだから僕結構あれをもう本当にあの SDGs に反してますけど、もうなんかシミとかできたらすぐ捨てるみたいな感じ。あ、まあでももう、でもそういう使い方よ、本当に結構使い捨てのようにしてて、うんうん、ちょっとわかるわ。わかりますよね。わかるわかる。なんかもうどうせそこユニクロ行ったらまた1000円で買えるんだから、わかるわ。すっごい、なんなら染みついてなくても新しいユニクロの T シャツ見たら買いたなってまうもん、はい、ちょっと今日、あ、待って、ちょっと今日シワシワだからデートの前に買って着替えて捨ててこうみたいなぐらいでぐらいのね、出て、で、まあ、それでも良かったっていいんすけど、うん、なんかもうちょっと愛着も湧きたいなっていうのもあって。そうよな。そもそもさ、はい、T シャツって長く着れるもんなんかな。やっぱりその型崩れするし、はい、その他の生地服と比べてさ、まあ厚いものだとて、まあ、薄いし。そうですね。でやっぱね、 T シャツなんて首折れたらもう終わりやからさ、はいはい、いやそうなんですよ。だから結構その最高の相棒を見つけるって結構 T シャツにおいてはむずい気もするけど。でユニクロをあの今着てたんですよね。ちょっとあのラジオなんで全く見ないんですけど今まあ新しい TS に挑もうみたいなんで、あのヘイングの厚手のやつ、うんうんうん、ビーフィーっていいんですかね、はイントネーション、イントネーション分かんないけど、ヘイングが出してる厚手の T シャツ、うん、を最近買い、うん、昨日届き、うん、明日シャツないからもうこれ着てこうと思って下に着てて、もういいよ。でこれを着てまあいいんですけど、うん、いいんだが、いいんだが、いいんだが、ユニクロでもいいんじゃないかっていうか。そうね、そうなってくるのね。そうなんですよ。だからやっぱあれよね、そのよく、よくっていうか、はい、T シャツのさ、はい、やっぱその何回洗濯した時にどうなってるかがその良さみたいな。はい、そうじゃないですか。ね、だから、でも服縮むって僕最近知って、え、あ、洗濯とかすると。はい。だから僕大学4年生の時に1年生に買った服がちっちゃくなってたりとかあるじゃないですか。あ、まだ成長してんだと思ってて、じゃあ服がちっちゃかった。なるほどね。まあそうか。でもほら今はその最高の T シャツっぽい今なんじゃないの、今着てるやつは。まだこれノー選択なんで。まあそうか、本領が分かんないよね。でもまあ確かに今触ってて、あ、意外と悪くないかもって思ってきました。
ユニクロよりもうちょっとちゃんとしてる、ちゃんとしてるっていうか肌触り優しい感じ。あ、本当だ。え、なんかついてないかな。あ、ごめん、関係なかった。ああ、はい、全く意味わからん、ゴミついてたの。ブックオフのあの後ろのシール剥がしとこうな。なんでそれがついてる。肩に、なんで肩にブックオフの値札シールついてた。なんでそんなんついてんの。まあまあいいや、はい。で、まあ、でも確かに悪くないかなという気はしてて、はいはい。でもう一個試したいのはフルーツオブザルームの、うん、もう出してるじゃないですか、似たようなやつ、うん、とりあえず一回全部着るっていうのをやりたいなとは思って。それね、白 T で、白 T で、おお、最初半袖の L やん、もうそんな白い T シャツばっか。半袖の L やん。甘いもん食って、甘いもん食っていっぱい白 T、 半袖の L やんか、それ。いや、半袖の L ならいい方ですよ。僕半袖で、うん、でズボンが僕も基本同じやつしか履いてなくて、でしかもそれも縮んだら買い替えてって。縮むベースなんや、よれるとかじゃ、汚れじゃなくて、よれて、よれたらもう買い替えるんですよって。なんか レッドキャップってあるじゃないですか、のワークパンツが一番ポケットがでかくて、あの深い、お、本当に深いんですよ。うん、あの新書ぐらい余裕で入る。深っていうかでかっ。深いんですよ。深いっていうかでかいな、本当に深くて。深くこれは違うスーツですけど、うん、もうそれはもう最高のズボンをゲットして。なるほど。あとはじゃあもう T シャツだけあればこの夏ぶち上げられる。そうなんですよ。だからでやっぱ今だからそのいったんヘインズのやつ持ってますから、はい、だから次のやつはそのまあ一応柄あるがいいとか色べなんか白地がいいとか、ちょっとそこを現時点でちょっと想定するやつをちょっと決めていこう。まあ、白地、白地、うん、白地で、でまああのプリントされてるで、はい、でないのは絶対一番最悪な T シャツ言っていいですか。最悪な T シャツ、あの適応ガンガン作りに行きますけど、うん、あのパタゴニアのロゴの T シャツ最悪でさ、今あの街に居すぎてるパタゴニアが。そうやな、あれはあかんな。なんか最近めっちゃいませんパタゴニア着てる人。まあまあ昔からいるけど ね、まあ、いますね。なんか分からん、流行ってんのかな。確か多いよね、なんか今年やけにパタゴニア見るなって。確かに、まあだからあれね、ちょっとわけわからんフォローすると、別にパタゴニアがうんぬんとか、はい、パタゴニアの T シャツがどうとかじゃなくて、はい、今ちょっとこう時期的に流行りすぎて、流行りまくってるので、まあ、今回のぶち上げ T シャツにはちょっと該当しないという。そうです、パタゴニアはいい、はい、とね。僕誰も着てなかったら僕あれ着てます。OKOK そういうことよね、はい、了解。流行りすぎていると、はい、良すぎている、良すぎている、はい、ってのでちょっと今回は対象外、はい、そう。何がいいのかね。え、やっぱでも分厚いのがいいの。厚い方がいいです。ああ、いやもうさ、そのそれこそめっちゃオーソドックスにもうチャンピオンの、はい、なんかちょっと古着っぽいちょっと厚生地のやつを買うとか、それは違う。それはちょっとまだあの頭に入ってなかったです。そう、まあでもヘインズとあんかちょっとあれか、同じ色匂いしちゃうな、枠ですよね、うん、まあ、その辺は一回全部いきます。うん、なるほど。行くとして、確かにそういうことじゃないもんな。なんか別にいい、はい、いいブランドのとかいい王道の T シャツ欲しいとかじゃなくて、この夏ぶち上がるみたいな。そうなんです。極端な話も合わせとかじゃないんですよ。確かに確かに、そいつが主人公になってほしいわけだもん、はい、そいつにストーリーが欲しいわけだもん。そうそうです。むずいで、今日まあ ねちょっと近くのセカストに行ってあった T シャツ、まあ、1個あったね。なんかいや、あれめちゃめちゃありだった。そう、まあ、ちょっと説明すると、まあ、ジョーラの男性、まあ、女性もおったかのプリントがちょっとあるような感じで、なんかちっちゃいプリントが2個と、そうね、なんか英語がシュシュンって書いてあっ て、なんかちょっと調べたら、ケリーライカートじゃなくて、なんでしたっけ、ケリーラークみたいな、なんか映画監督兼写真家みたいな人のシャツっぽかったです。なるほど。そう、まあ、っていうのがありまして、うん、すごい良かったけど、まあ、ちょっとでかいっていうね。そう、着丈が長すぎる。着丈が長すぎて、ミニワンピーぐらいになってたからなってたので、長いのもまあいいです、いいんですけど、ちょっと長すぎたな。長すぎた、ね、あれは長すぎた。そうなので、まあちょっとサイズ感がね、はい、気になって。ちょっとね、これ T シャツの話からちょっとだけずれるっていうか、
俺このさっき自分で言ってこれ、そうこれ俺どっかで言及しなきゃって思ってた話があって、はい、それこそさっきの秋口的な話なんだけど、はい、サイズ感ってサイズやん。いや俺これ俺これすげえ。感いらんことを俺たまに言っちゃう、あ他の人も含めて、なんかスピード感とか、いや、うん、それスピードやん、はい、あなんで感ついてんのって、まあ、俺言ったからもう俺も分かんねえけど、サイズ感が、サイズ感僕もめっちゃ言います。サイズ感で言うやんか、なんかサイズ感がどう、サイズやんか、確かにサイズ感がでかいやん、もうサイズがでかいのよ、はい、なんで感って言うんかな、サイズ感が僕どういう時使います、サイズ感やっぱ大事よねとか言いません、ね、サイズが大事、そう言うけど結局あれ全部サイズに置き換えれるやん、その、はい、なんかサイズぴったりやけどサイズ感でかいなって、あんまあ、確かにそのあんのかな、そのいや S にしてはでかいとかはあるよ、はいはいはい、その時に使うのであればまだわかるけど、でも S にしてはでかい時は S にサイズ感とは言わない、言わないよね、だからこれサイズ感はサイズ、サイズ、スピード感はスピード、確かに、季節感は季節、季節感は違うか、季節感はちょっと違くないですか、秋だったら茶色っぽいとかそういうことか、うん、っていう、ごめんなさい、あのどうでもよかったので、いや今後ちょっとサイズ感はなしで、サイズ感で言う時はサイズで、ちゃんとサイズって取り締まってみましょう。サイズ感警察をちょっとしばらくちょっとお願いします。そう仕事しようと思うんで。はい。ちょっとサイズ感の話も。いやだから分かんない。すぐ逮捕するぞ。サイズ感えでもいやそのサイズ感の感について。はい。はい、サイズ感。うん。まるまる感。えどういう時にサイズって言いますか、じゃあ。え普通にお服探してて。サイズは M でとかその時はサイズ感を言わないですよね。言わないくない。だってサイズ S あります M ありますとか。なんかこれ服いいけどサイズがなくてとか、でもあいいサイズ感ですねとは言いますよね、店員さんが、ああ言うね、 S 着てたとして、確かに、あだからサイズではないんですよ。ああそういうこと、これ S だけどちょっとデカめなんで着てもらったらサイズ、でも結局そういうことじゃない、サイズ感いいですねって、これ、なんか、その要は着てる人が、込みのことがサイズ感じゃない、あ、そうそうそう、込みのことがサイズ感。サイズはサイズです。でも、それを、その、いや、でもやっぱ厳密に考えたときに、はい、サイズ感いいですね、もう、おかしな話で、はい、例えば、やるやん。あ、サイズいいですね、で、いいのよ。全然通じるというか、確かに同じことじゃない。確かに。でも、サイズ感って言われた方が、こなれてる感じする。いやこなれ感、こなれ感あるサイズ感の方がサイそうだからやっぱサイズ、あじゃあやっぱサイズ感はちょっと取り締まらずに、いやサイズ感はやっぱでも取り締まった方が面白いそう、まあ本来な意味はないから、厳密な定義はやっぱサイズ感、この時はサイズ感でいいけど、でもサイズ感でいい時なんてないの今のところ、サイズ感でいい時って今のところなくて、その話もうちょっとしていいですか、似たようなやつで僕が最近ふと思うのが、なんかもうこういうの画像とか何でもいいけど、こういうことするとバグるみたいな、なんかその自分がバグったかと思ったみたいな、なんかその平面立体だけど平面に見える置物があって、それとか見た時になんか脳バグったかと思うみたいな、こういうの、はいはいはい、それバグなんかなって、例えば今のはそう錯覚しちゃうとか、うんうん、そういうことだよね、てか、まあ、でもいろんな時にも、うん、その店員さんがやり取り間違えてなんかバグったみたいな、 なんか急に先に T ポイントカード出したらみたいな、うん、箸何千いります、ね、うん、バグ店員さんがバグってしまったみたいなツイートとかあるじゃないですか、うん、なんかあれってバグなのかっていう、その正しいバグの時と正しいバグっていうか、その意図しない挙動が起きた時がバグじゃないですか、そうね、そうだね、その基本的には、うんうん、しないというか、システム的な、システム的な観点で見ると観点で、うん、で単純に正常な挙動が起きてるはずなのに、なんかバグなんかなみたいな時ってないですか、ああ定義上使い方変みたいな、そのまあ言わんとすることは分かるけどね、もちろん、そうなんですよ、そのちょっとずれた動きをしたみたいな、うん、だパニックっぽい使い方、ちょっとめちゃめちゃバグがあのいいように使われてるなってなんか思いません、バグ側の視点だった時にとか、はい、バグ側としてはバグ側って、なるほど、バグね、まあ、言われてみれば、はい、みたいな、ちょっとはっきりと、いやそれは普通やろと
言えるあれはないんですけど、バグかねそれよみたいなバグかねってなんでジジイなのじゃそれはバグかねいや今後俺はサイズ感を取り締まるし、坂田はそれは本当にバグかねって言って、それは本当バグかねって言ってバグを取り締まっていこうっていう、なるほど、なんか言われてみればかなそれも。なんかじゃあちょっと本題に戻ると、最高の T シャツ、最高の T シャツだからサイズ感が良くて、サイズ感が良くてバグらない、ノーもバグらない、ノーもバグらないで首詰まってる、ああそうね、それ大事だよね、詰まっててで袖短すぎない長い分にはまあいい、うん、けど短いやつたまにありません、あるあるある、あれはちょっと、ああ、あるね、ちょい長ぐらいで、はい、そう、肩は落ちてるぐらい、肩落ちで、あ、肩落ち、肩落ちの、まあでも最近なやっぱそういうのが流行ってるから、基本なちょっとオーバーサイズが多いから、まあまあそうなる、ちょい落ちぐらいで、ちょい落ちで、で着丈はめっちゃ細かい、もうオーダーメイドやん、もう着丈はまあ長くてもまあいいんですけど、むずいな、やっぱ今日のぐらい長くて、まあまあ確かに、まあだからその何、立ってそのズボン履いてて立った時に、はい、今日のってもうその股が超えてるやん、はい、超えてます、でそこを超えるとやっぱかっこ悪いから、さすがに超えない、さすがに超えないぐらいよね、超えないぐらい、超えないぐらいで OK で、で俺ちょっと思ったんだけど、はい、俺最高の T シャツってどんな T シャツかって思った時に、はい、今その話あったやん、白 T で、はい、まあ暑くてとか、はいはい、これに該当してないのにとんでもなく光るものがあったら、それが最高の T シャツなんじゃないかと思ったのよ、ふと、はい、要は今これ最高の定義がちょっとできてるやん、はいはいはい、ここに当てはまってないのに欲しい、とんでもない輝きを見せる T シャツが現れてしまったら、それがもう今年の最高の T シャツになる、なりうる、もう今日のセカストやんこれいやでも今日のやつはちょっとまだダメかな、先にこれ定義する前にやっぱ見ちゃってるから、確かに、いやあれ買えばよかったかな、いやでもあれやっぱ買わんとこ、やっぱちょっと次、やっぱこれせっかくここで喋ったから、はい、このこれ以降でどっかで最高の T シャツ見つけた話をした方が楽しいから、まあどっかでちょっとまた見つけたら、最高の T シャツね、はい、お、ちょうど、いやちょっとまだ最後の一つ終わってなくて、時間があるけど結構来てるよ、タグまだある、タグあの下についてないやつ、ま、ここかなくてもいい、プリントのやつあるじゃないですか、うんうん、プリント理想を、え、下についてないってどういうこと、あの裾のとこにタグついてるやつたまにあります、ね、ああえユニクロとかそうやね、じゃあ意味じゃなくて、あれ安、え、でも内タグ絶対ついてない、こういうの、あそれは内タグはしょうがないけど、それ内タグって言うんですか、このなんていうの、この下についてるやつ、そう、要はこユニクロだったらここにさタグってついてるやん、はい、これのことを言ってるよね、はいはい、ああじゃあこれは OK ってこと、それは OK です、ああそういうことね、内タグ、内タグ、これがこの内タグって絶対あるんですか、もう基本服だったら、あのよっぽどの古い着とかヴィンテージじゃない限りは、だって内タグたまにペロンってなるやつありません、え、これは違うの、そのそこにあるんだったら多分出てこないんですけど、出てこないね、出てくる内タグがあります、あちょっと浅くてってこと、浅くて裏返ってあのこんにちはするやつが、はい、こんにちはうち食ったからダメだと、ダメです、まあまあそれあんまないから大丈夫な気がするけど、なるほど、でもとりあえずそういう定義はあると、はい、そうですね、まあ大体それぐらいですかね今んとこ、ちなみにその、はい、多分さその新品にしても、はい、こう古着で見に行っても、はい、本当に値段ピンキーじゃない、はい、なんか予算というか、予算これぐらいまででは買いたい、最高、最高5000円、おお、5000円、最高5000円で今年の爆上げ T シャツ、爆上げ T シャツ、いや見つかりたいね、いや本当に見つけたいじゃなくて見つかりたいね、今俺 T シャツ顔の視点にやっちゃったけど見つけてほしいわ、夏の写真全部これじゃんみたいな最高の T シャツと最高のキャップ、キャップ欲しい、キャップも欲しいの、欲しいんですよね、あと最高のメガネ、キャップ出さないキャップ出さないですか、いやごめん今ちょっと
わからん、あんまちょっとイメージがわからんかったけど、そのキャップ、あの白 T、 ワークパンツ。俺もうレゴやん、レゴの人形やん。令和の裸の教師だと思ってる。裸の大将か。レゴすぎるってそれは。もう令和の裸の大将だと思ってるんで。まあじゃあそういう T シャツを見つけたいという話でしたね、はい、ちょうど20分いきましたわ。あ、じゃあ終わりますか。終わりましょう。ではお疲れ様でした。お疲れ様です。